足立区ではイリア地区でしか栽培されていません。昨日は雲ひとつない青空の下、収穫作業が行われました。ここら辺で昔から住んでる方のお年寄りとかは実際知っててこれおいしいよね。って言ってくれるんですけども、お正月のお雑煮とかによく使われるような煮物に合う大根ですね。こちらの農家では赤い色が特徴の赤、大根も栽培していて。 おせち料理に添える食材としてて使われています。今年は、小午飲大根は100本ほど赤大根は250本ほど収穫され地元の直売所に出荷されたということです。